ちょっと資格とか取ろうかなと思って。連覇しの。うわっ。くっ。おお。流しの多分。もっと上から下に上から下に。下半身全然使ってねえな。まさに尊い表情になってる。宇宙一の連覇しにしてください。もしやんか。アルフィーチャンネル。すごいっす。いや、まあ、ピンクだ。こんなの。これ何成功してるってこと？いや、めちゃめちゃ成功。才能があるってこと？ポテンシャル高いじゃん。ポテンシャル高い。ポテンシャル。自分じゃ分かんないけどな。すごい。天才の、ね、天才。アルピーチャンネル。サウナ室はその施設施設で違うんで、うん、その施設に合った空気の流れを、サイズとか。サイズも全く違う。日本のサウナ特にコンパクトなんで、はあはあ、ヨーロッパでやるような煽り方っていうのはちょっと僕は一般の人難しいと。一般の人僕がやりだし当時の、僕の熱波道のやつですよ、はい、それ違う。でこの距離で、まあ、1段目座っておられると考えたら、はい、この距離でこんなやったらもうバシバシ当たるじゃん、はい、なのでもうこの距離ならもう上から下。上から下。頭から足の指先も。足の指先まで来る。うわ。僕の場合はこう対流を作る空気の。なので。うわ。優しくて長い風が。そして強い。一方向。お父ちゃん見てた。お父ちゃんみたいな風ですね。まあ実際に父親なんでね。あら、その風か。お子さん何歳なんですか。今、12歳か。12歳。そんな大きいんだ。12歳。合ってます。合ってますよ。使ってみましょう。分けやりかなと。週末だからです。合ってますよ。今頃ガンプラ作ってるでしょ。作れないでしょ。いや、作れますよ。本当ですか。こんな女性がじゃなかったらガンダムフェス行ってたな。ガンダムフェスに行っていた。いや、そんな秘密つくとこじゃないですよ。普通の話ですよ、今のは。お台場っすよ。お台場のね。お台場のガンダムフェス。普通の話はガンダムベースですよ。知らないですか。詳しく教えてもらってもいいですか。いい、井上さん、いい。熱波の話。あ、そっか。聞きたいの。あ、やってくださいよ。はい。ガンダムの話してるから。ガンダムの話なんか、どうでもいいんですよ。ここもじゃあ座って。え、持ち方としてはこうでいいのかな。こう。そうですね。これ、はい、思ったより狭いな。あ、そうでしょ。うん。こうして。あ、来ない。いいっすか。もっと。もっと肩ロールして、肩で回すみたいな。もっと上から下。下半身全然使ってねえな。上から下。電動がないかもしれないな。もっとこう肩ロールで上から下、上から下。距離は肘で角度つけて。無事ここではですよ。ここではいはいはい。板にして。板状にして、上から下、うん、上から下。これ持ち上げるときはもう普通にこう。もっとグーンってもう肩を回すみたいな。肩を回すって何？結構闇雲な風だな。マジっすか。もうちょっと肩が回る。肩が回る、うん、すごい直接的。遅れてこないな。こう酒井さんの、はい、まあ、横から見て、はいはいはい、こうなって、うんうんうん、もっとああ稼働してるな肩が。肩をは邪念取っちゃって。はい。邪念取っちゃって。はい。邪念取って。はい。邪念取って。はい、ゆっくり邪念を捨てながらラジオフェスで。俺の悪口で盛り上がってたことを聞きますまさに煩悩の塊だサウナ座ってるよ汗出るんじゃない。ああ、なるほどね。なぜ風を送る必要があるか。そう、その通り。体力的にもしんどいわ。そう、熱波師は本来
なくても成立する、サウナは。だからそこで熱波を送ってる、そこでそう考えることができるとしたら、ちょっとは謙虚になれるでしょ。なるほどね。確かに確かに、あ、自分はここで風を送らさせていただいているんだと、うん、お邪魔しますっていう感覚ですよね。だからすいません、もういつもサウナ入ったら超えますからね、ただいま。もう一回水風呂入ってこそ。そうですよ、ね、普通に普通に普通にアルピーチャンネル、これすごいわ。あ、すごいわ。後頭部冷やした方がいいですよ、絶対気持ちいいと思う。この扇風機ですね、ここね。そうそうそう、これはね。やべえ。さらめいか。さらめいてきましたか。整ってない。さらめき始めました。整いの向こう側の話か。行きましたね。まさに尊い表情になってる。最近ツッコミ早痩せたべ。お無事でさ、痩せたんだよ、なんでだ。マジで何もしたこれ昨日だったハーレーだって肉食ってたよ。サウナ行ってるってのあんのかな。あんまダイエットもかないっていう。サウナは運動じゃない。ああね、心拍は速くなりますけど、うん、筋肉は実質は使ってないんで運動じゃない。アニマル浜口さんかアニマル浜口さん企画でやったことあるんですよ、某テレビの。はい、アニマル浜口さんに、お前はオリンピックを毎週やってるって、あの時は本当嬉しかった。嬉しいっすか。あの時は嬉しかった。毎週やってる。やっぱプロレスはやっぱり尊敬する人なんですよね。いや、人間をみんな尊敬するべき、どんな人でも尊重されるべき。人生我以外みんな死なり、その精神ですよね。そう、だから、もう思ってください。はい。どんなことがあったとしても、はい。どうせいつかみんな死ぬ。でもマジで平子さんたまに言うわ。どうせ死ぬしなってたまに言うわ。確実に死ぬ。まあやっぱ近いとこあるんだ。これも聞けるとあるよ。死ぬからね。逃れるものなどどこにもいない。誰一人として。お前はもう死んでいる。今まさに死のカウントダウン。死ぬために生きてる。その中で生を抱く。もうどんな楽しいことがあったとしても錯覚。うわ、つらっ。刹那の夢。だからこそ謙虚に生きれる。違いますか。ね、その通り。まあ分かり合えてるな。金子さんに拍手お願いします。白子です。整えすぎて整えすぎて人の名前も間違えて、ゴールドになったんですね。誰に拍手すればいいですか。坂井さんだけは間違わない。坂井さんだけは見失わない。こちは何ですか。落ち着くんだよ、もう。アルピーチャンネル。すごい熱波師の方が。え、あれ多分巻くんだ。はい、こんにちは。最初から、そこから。平子と申します。一期一会なんて言いますけども、今日このメンバーでこのサウナの中で集まるのって、おそらく切な的今日一日だけだと思いますので、お互いにいい思い出を残していきたいなということで、今日は、短い時間ですがよろしくお願いします。すごい。この人本当にいるから。それではまずは、挨拶代わりではないんですが、まずは優しく、この熱波でもって皆さんの体を優しく、熱でもって包みたいと思います。はい、まずは。あ、結構ジャックから。どうですか、これ。ワサールがくしゃくしゃになってますね。ジャックでもやっぱりピンと張ってないで痛む読みっていう。張ってないとダメですね。ここではね、僕は。ああ。冷静を装ってますけど、はい、心乱してます。え、バレてんの？ちょっとずつ強くなって。ちょっとずつ強くなってますけど、はい、体力任せですね。あれ？精神がやっぱまだ。
見失った自分を探してたでしょ。はあ、風でわかるんだ。やっぱりでももう目はもういっちゃってますよ。風というか、ここはっち。みんなここでやってたじゃん、井上さん。あ、これもありますよね、やりきてますよね。平子さんはね、もっとサウナ好きになってほしいですね。おお、熱波というより、はいはいはい、熱波というよりもっとサウナ好きになってほしい。なんでバレてるんですか、俺が普段一切サウナに来ないこと。さ、その表情、視聴回数上げたいという本能の塊。うわぁ、お二人とも熱波師になる以外に道は残されてないですね。俺はまだしも、平子さんも、平子さんのポテンシャル僕は見ました。俺、日本一、いや、世界一、イエス宇宙一の熱波師にしてください。よし、やるか。来週誰見んのこれ。次週、俺。誰も見ないよ。打ち切るよ、こんな漫画。もう、会議通らないやつです。打ち切りの三種打ち切りの行こうぜ、おうでここでストップモーション。次回作に行こう。原画見てるみたいな。まさにセイントセイヤー。あっちあっちあっち、もうオッケーオッケー。東京、全部東京。いやいいわ、バチバチ来るねこれ。お久しぶりです。お久しぶりですね、本当に。元気でしたか。いや元気元気。うん、うまっ。飲みに行ったりもしてたもんね、みんなでね。懐かしいね。チャンネル登録よろしくね。